プラットホーム舞妓公園駅は、兵庫県神戸市たるみく舞妓台2丁目にある、山陽電気鉄道本線の駅。駅番号は、SY13。京城駅の構造で、駅のすぐ東側の上空に、明石海峡大橋の北詰めがあり、高速バスのバス停とも近いことから、明石海峡大橋前の副章を持ち、車内放送や駅名標で使用される。また、 アージ島方面への案内放送もなされる。隣接する JR 舞子駅は開業時舞子公園と称していた。最もそう名乗っていたのは山陽電気鉄道開業前の1896年の1899年であるため舞子公園駅が2つ並んでいたことはない。ただ当駅は開業当初舞子を名乗っていたため1917年から1935年の 間は二つの舞妓駅が並んでいた。相対式ホーム二面二線の京城駅。南北双方の神戸寄りに出入り口があり、南口は舞妓駅駅ビルのティオ舞妓に直結する。改札口は一箇所のみで、窓口は基本的に無人化されている。ホームには転落防止策がある。駅西方で西日本旅客鉄道山陽本線を越え、JR 線の南側に移る。 駅西方に急カーブがあるため、この駅付近は制限速度時速 50km になっている。乗り場番号が設定されておらず、下り線、上り線と呼称される。直通特急と普通が上下とも毎時4本停車する。乗降者数4028人淡路島、四国方面からのバス乗り換え客や JR 舞子駅との競争のために直通特急を、 停車させているにもかかわらず、神戸方面へは、運賃、所要時間の両面で劣勢にあることから、当駅の乗降人員は JR 舞子駅の1割強にとどまっている。以下に各年の乗車人員を示す。ティオ舞コ。ありがとうございます。